こんにちは。今日はキャンドゥの購入品紹介になります。昨日ね、インスタグラムの DM で可愛いクマさんの商品が出てますよって教えてくださった方がいたので、今日はね、仕事帰りにキャンドゥに行ってきました。で、買ってきたのがまずはこちらです。可愛くないですか。こちらのクマさんのロケット蛍光ペン3色セット、これをね、写真でね送ってくださって、写真だとすごい私ちっちゃいあれなのかなと思ったら、お店行ったらね結構大きいんですよ。こんな感じでキャンポートがこちらです。クマさんシリーズね結構いろいろ出てましたね。かわいい。なんかこれ連結できるのか、違うか、こんな感じで、こんな感じです。めちゃめちゃ可愛い。あ、3色ペンなので、今のがピンク、オレンジ、で、黄色かな？黄色ですね。可愛い。すごい、こんなに大きいと思わなかったんで、めちゃめちゃ可愛い。こんな感じで連結されてます。いいですね。こうね、蛍光ペンって手帳とかにも使うので、ちょっとまっすぐじゃないけどこんな感じです。はい、めちゃめちゃ可愛い。それとこちらのクマさんシリーズからベアティースプーン、これをね買ってきました。カップの縁に引っ掛けられるやつですね。これからねまたホットの飲み物とか飲むのに、こんな感じですね。ここをコップにかけて、ね、今これ飲んでるやつなんですけど、本当は中にかければいいんですよね。ちょっとまだ洗ってないので縁にね、こんな感じで、かわいい。こんな感じです、はい。ちなみに最近ね、このカルピス牛乳にめちゃめちゃハマってて、カルピスに牛乳で割るやつですね。こればっかり飲んでる。はい。まずはスプーンと、あとクマさんシリーズからこちらの10色ボールペン。これをね、買ってきました。意外と手帳とかね、家計簿をつけてるんですけど、色がいろいろあるとね、すごい助かるんですよ。かわいい。こんな感じで回る。色がね、確かこれ2種類ぐらいありました。私はこちらのピンクを買ってきました。そしてボールペンが10色。すごいですね。これもね、100円なので。なんかね、太いとね持ちやすいですよ。お、ん？お、あれ？あ、でも書きやすい。これ、お、これね、こうやってやっても次のに行かないんですよ。このクマさんを押すと戻ってますね。行きますよ。クマさんを押すとピョンって。かわいい。知らなかったです。あ、赤が映らない。あれれれ。あ、映った。赤でしょ。あ、そう。なんか癖でこうやってやっちゃいますね。これじゃない。クマさんを押すと。かわいい。かわいくないですか、これ。え、これはね、もう一色あったんですけど、そっちも買ってこようかな。かわいい。ちょっとね、最初出ないとかあるんですけど、書いてると。出てきます。こんな感じで意外と可愛い。色もちゃんとしてるし、ちゃんとっていうかね、いいですね。これね、
これをピコンってやって戻るのがめちゃめちゃ可愛いです。ピョンって、え、これ可愛いこれまたね買ってこよう。はい、ちょっとクマさんシリーズからはこちらの3点を買ってきました。続いてはサンリオの新作なんですけど、これもねめちゃめちゃ可愛いんですよ。これがね、こちらのジッパー、ダイカットジッパーバッグ。これそれぞれジャンコードが違うので一個一個見ていきます。まずシナモロールくん、でマイメロちゃんとクロミちゃんのセットですね。そしてハンギョドン、かわいい。もう最近ハンギョドンめっちゃかわいい。でバツマルくん、ポチャッコ、プリンくん、こちらですね。ダイカットシリーズは私全部買ってきました。私が行ったところは全部で6種類ですね出てました。キララちゃんがなかったのがちょっと残念。こんな感じで形がねダイカットになっていて、中にテープ入れてみます。こんな感じです。大きさはね手のひらよりちょっと大きいぐらいですね。かわいい。そしてポチャッコ、なんかダイカット上の方がね狭いかなと思ったけど、意外とね広、開け口は広い方だと思います。で、プリンくん。ハンギョドン。で、マイメロちゃんとクロミちゃん。シナモロール、ベイビーちゃんがいる。はい、で続いてもサンリオで、これはね全部ではないんですけど、こちらのソフトジッパーバッグ10枚入り、これをねちょっと厳選して買ってきました。これもねジャンコードが違うので、こちらのシナモロールくんのハンギョドン、見てください、マロンクリームちゃんがいる。このメンバーめっちゃいいな。でクロミちゃん、でコロピカ丼、こんな感じです。ソフトタイプなので柔らかい。あ、これ後ろがハートになってます。こんな感じで後ろがねハートの柄がついてます。あとポシェットつけてるガマ口これも後ろが柄ありますね。こちらもねこんな感じのちょっとキラキラの、そしてこちらのいろいろなね、かわいい。これこっちの後ろは、あ、これはね後ろにはこれはね柄ないです。そしてクロミちゃん、
後ろが紫のハートです。そしてコロピカドン、これはね、裏が雷のマークですね。はい、まだね、何種類かあったんですけど、ちょっと今回は厳選してね、買ってきました。そしてこれね、ずっと探してたやつがやっとありました。フィギュア用の固定シール、これね、紹介されてる方がいて、ずっと探してたんですよ。全然なくて、このフィギュアにこれ貼って倒れないってやつですね。これね、めちゃめちゃいいですよ。私も細かいなんかフィギュアとかいっぱいあるのでね。はい、こちらと、そして、あ、すいません、クマさんシリーズもう一個ね買ってました。これちょっと大きいんですけど、こちらのね、紙袋、大きいサイズなんですけど、ペーパーバッグ L サイズ、これが 42×30×15.5、 高さが 57cm あって、結構ね大きめですね。今ね、送ろうと思ってるものがあるので、これで送ろうかなと思って買ってきました。これのね、一回りじゃないな、もっとねちっちゃいのもありましたね。はい、これもクマさんシリーズです。そして最後、ちょっとねこれ買ってみました。これを自分好みのカスタムノートの可愛くの、これカバーなんですけど、最近カバー、このスパンコール入りのが全然見当たらなくて、スパンコートがこちらです。今まで使っていたものは、ここにパッチンがあったやつを使っていたんですけど、これがね、パッチンがないんですよ、ここに。だからちょっと使ってみないとわかんないんですけど、入れるだけのやつどうですかね、パッチンがないと。今これよく使ってるのは、これがあるからね、こうやって収まってるんですけど、これがないバージョンってどうなんだろうと思って、ちょっとね試しで買ってみたんですけど、ちょっと今これファイルだけあるのでちょっと入れてみますね。これね、でもね、すごい量のスパンコールが入ってて可愛いけど、こんな感じです。ここにないので、でも引っかかりとかなくて、こうやって収納するのにはいいような気もするんですよね。ただ中をパンパンに入れてると、やっぱこれでねパチンって止めたい時もあるので、ちょっとね実際使ってみないとわかんないですけど、でも可愛くないですか、透明の、これが、これ同じかな、ちょっとわかんなくて、ちょっと色が違うような気がしたんですけど、同じですね。これね、2つ買ってきました。でもないバージョンもないバージョンでいいかも。裏にはないです。はい。今回の購入品は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。